と起きて話して申し訳ないです。21個いきます。ありがとうございます。なんとなく皆さんの反応が夜中のテレビショッピングみたいです。一個ずつ取ってください。これ磁石じゃないで、最初すごい地味なんで、ちょっと取れるかどうか。うわっといきます。一個ずつ取っていくんで、いきます。それではいきましょう。1個ずつこんな風に取っていくんでご覧ください。いきます。1個ずつ取ります。はっ特に意味は全くありません。じゃあどんどん取ってみましょう。ちょっといいですか、反応全くないので巻き戻していきます。皆さんなんとなくこれ分かっていただけますでしょうか。この箱、この通り磁石じゃないです。磁石じゃないことは箱2つまでは押さえるんですよ。1個バシッと取って2個バシッと取ります。せめて3つパンと取った時ロッドからおーって反応があるかなと思ったんですが、全然なかったんで、ちょっととりあえず言いますね。今パフォーマンスですっごい盛り上がった動画なので、それもう一回やります。それやったらきっと盛り上がると思うんでご覧ください。こちら風船です。一瞬の出来事で行きましょう。風船にご注目。せーの。ごめんなさい、嫌いだったら嫌い。風船にご注目。一瞬の出来事、行きます。3、2、1、ふっ。そうそうそう、そういう反応があったんだ。よかった、これ投球判定ができたんです。いい空気作っていきたいんで、できれば拍手をして手拍子いいですか、お願いします。せーの。できれば全員の手拍子いいですか。ありがとうございます。なんか今日楽しくなってきたんで、今日は連続で、でもその前に踊ります。やっぱりどんどん取り上げて。皆さんの手拍子。誰か拾ってほしかったのか、誰も拾っていただきませんでした。じゃあ残りいきます。ここから行こう。皆さん、よろしくお願いします。で今日皆さんに分かりやすいに赤いロープを引いておきました。もしよかったらいいですか、赤いロープちょっとギリギリまでちょっと詰めてもらっていいですか。後ろ通行の妨げないと僕怒られてしまって、もしよかったら赤いロープギリギリまで詰めていただけないでしょうか。よろしくお願いします。眠れば前の方はしゃがんで見ていただくと後ろ方も見やすいと思いますので、よろしくお願いします。あ、今僕は前の方に詰めてくださいって言ったらお客さんが今何人か帰りました。あ、いいです。帰るのは自由なんですが、今帰った時の僕の心の気持ちをぜひ考えてみてください。あまりにも静かになっちゃったんで、この後すっごいやりすぎです。なんで一応今日かっこいい音楽を用意したんです。でもその前に一個ですね、大道芸ってこういった隙間が空いてると遠くから歩いてくるお客さんにすごいつまんない印象を与えてしまうので、申し訳ございませんね。よろしくお願いします。すいません、僕の日本語って覚えてますかね。Can you speak Japanese? 今言いたい人に全然伝わってない。いいえ。じゃあ、あまりにも静かになっちゃったんで、この前もうどんどん行きます。かっこいい音楽に乗っていきます。ミュージックスタート。ごめんなさい、皆さんでおーっていう拍手からぜひよろしくお願いします。皆さん、もう今手とか伝えてる場合じゃないですか。すいません蓄積が皆さんでおーって感じ、よろしくお願いします。よいしょ、全然反応がないです、頑張ります。今適当に落としたんですけど、今 ありがとうありがとう。じゃあそれ拾って拾って、じゃあ置いてて、これここじゃないよ、ここだよ。じゃあ残りあと4つ行きます。今落とした瞬間タイミング見計らって帰りました。ですよ、それで僕のパフォーマンスどこが悪かったですかね。あとでメールで送ってください。行きましょう。強調するじゃあ残り3つ行きます。あと1個います。あと1個、もっといい
やめまーす。嘘でもですね、僕今年の7月に大阪の方で一応大道芸のコンテストがありました。そのコンテストでこの駒を使ってなんと2010年と2011年となんと2回優勝しました。その時のパフォーマンス皆さんにお見せしていきたいんで、技をやったらすぐに拍手欲しいんで、技をやったらすぐに拍手お願いします。いきます。あ、すいません、もう技3つ以上やったんですけど分かりにくいですよね。じゃあ今日分かりやすいようにこのコマ上に投げていきますので、上に投げたら全員で大きな拍手をお願いよろしくお願いします。